こんにちは、サオです。本日もムソンのアクションカメラプロ3のインプレッション動画です。本日はですね、新しいマウントを試してみました。Amazon でまた新しいマウントを買ったんですが、こういったものですね。クリップマウントっていうパチンと挟み込むやつ、しかも回転するタイプですね。360度回転型っていう、こうどの角度でもいろんなところにこうパチッと挟んで取り付けられるっていうタイプのものです。以前は自撮り棒などにつけて手に持って歩いてたんですが、そういうことをせずにこれをこういう角度にしてですね、クリップマウントでリュックの肩紐というんですかね、ベルトにかけて挟んで歩いてみました。それでですね、最初は右側、まあどっちでもいい話なんですけど、どういうことや、こうか、こうして右側のベルトに留めて、それと次に左側に変えて左のベルトに留めてということで入れ替えてみました。というのが、私自身がどうしても片足が不自由なものですから、杖をつきながら歩いてますので、右と左で揺れ方が違うんじゃないかなと思って試してみました。実際のところ自撮り棒を使って手で持つ方が揺れないと思います。私の歩き方ではこれではちょっと揺れがひどすぎて、手ブレ補正云々っていう以前の問題のような気がしてしまってます。どうしても歩いてる時に片手杖、片手にカメラっていうのは危ないと思いますので、できればこれを使っていきたいななんていうことを考えてはいるんですけど、ちょっとどうなのかなっていう疑問も出てきました。続きとしまして、この間雨の日にですね、雨の日にこのカメラの防水ケースにカメラを入れて、このクリップマウントで止めて歩いてみました。そうすることによって、普段のその防水ケースなしとどういう違いが出るのか、映像の違い、音の違い、そういったものをちょっと確かめたかったので、一度それを試してみてきました。それでは実際の映像をご覧いただこうと思います。はい、こんにちは、サオです。今日は新しいアタッチメント、クリップ式のホルダーを、試して歩いてみたいと思います。おそらく私のこの杖をついての歩き方だと、今手ブレオンにしてますけど、あまり関係ないのかなっていう気はします。めちゃくちゃ揺れてます。はい、いかがでしたでしょうか。ご覧いただいたように、
このクリップマウントをつけて歩きましたら、私の歩き方ではちょっときついかなっていう気がしなくもないです。めちゃくちゃブレます。歩いててチラッとカメラの方に目を向けると、もうその時点でグラングラン揺れてるのがわかるんですよ。なので、あ、これではちょっと手ブレ補正が追いつかないかなっていうふうには思ってました。実際ちょっと手ブレ補正きついかなっていう感じに取れてるかなと思います。はい、このクリップマウント自体はすごく便利ないいものだと思います。しかもこれ、ここのこのネジですね、4分の1のネジのここまでがセットになってます。これ全部セットで735円やったかな、700何十円かだったんですよ。めちゃくちゃ安いんですよ。それで、挟むものなんで、別にそのカバンのベルトでなくても、帽子のつばであったりとか、いろんなところに取り付けすることができますので、これはちょっと今後も使い続けていきたいなというふうに思ってます。それと音声ですが、防水ケースをつけずに歩いてるときに、最初にちょっとご挨拶程度の声を入れましたが、マイクをつけてないとあのぐらいにしか入らないです。ボリュームをかなり上げたらそうでもないのかもしれないですけども、街のなんていうんですかね、雑踏というか、そういうところのそのお店の呼び込みの音、音楽とか、そういう人の話し声とか、そういうのがもうほぼ入らないような音ですね。マイクを使ってないです。ここの、これですね、これがマイクになってます。これがスピーカーですね。この部分で音を拾うんですが、まあマイクを使わなかった、外部マイクを使わなかったらほぼ入らないかなという印象があります。防水ケースに入れて歩いてる方に関してはもう全く音入ってないです。ケースを触った時のゴリ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 っていう音はめちゃくちゃ入るんですが、あれ映像の中で歩いてたと思うんですけど、あの時結構あっち歩いたらどうなる、こっち行ったらどうなるっていうことを話しながら歩いてたんですが、全く声は入ってないです。なので、まあこれはね、密封性が必要なものなんで仕方ないとは思うんですが、防水ケースに入れた場合は音声は全く期待できないと思います。はい、ということで、今回はこの新しく買ったクリップマウント、これを試してみた動画でした。また何か次に、新しい使い方をするときにはもう一度動画で上げていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。